声ちゃんでした。そうなの、今日はこの AI が作ったあの1万種類の声ちゃんの中から再現してもらって、今日はお医者さんになってみました。2週目なんで？いつもの衣装を着なくちゃいけないなんてないだから。そうなの、今日はスポブラじゃなくてお医者さんで失礼いたします。ねえ、本当だね、すごい、こうほら、どう？似てる？かわいい。なかなかこんなね、イベントの時しか着れないから本当に嬉しい。私も嬉しいし、みんなも嬉しい。すごいよね、これさ、モノマネみたい。まあ、なんで概念がわかんないんで、AI ってすごいよね。キャリアには一貫性がなきゃなんてない。これもまさにそうだよね。私こそ多分キャリアに一貫性ないで、ないの代名詞だ。 YouTuber やったりテレビに出たりプロレスもやったりエアロビもやったり、私も本当にいろんなことに挑戦してるけど全部一生懸命頑張ってるから、あのなんか YouTuber がプロレスしたらいけないなんて絶対ないし、あのみんなも好きなことをいっぱいチャレンジしてみていいんだよっていうメッセージをね、すごくあのあるんだよ。私もあの丸々しなきゃないみたいなのはね、いろいろ常日頃思ってるよ。親友は同い年ぐらいにしなきゃなんてないっていうのはフワちゃん思ってる。だってさ、見てみや、私の親友アンミカさん。アンミカさんはね、全然同い年じゃない、20個以上も離れてるけど大親友。もう昨日も日が暮れるまで一緒に自撮りしたよ。この間もディズニーランドに一緒に行ったりして、あのすっごい楽しんだ。アンミカさん、あれだったな、シンデレラ城の前でプロポーズしてる人見て大はしゃぎしてた。せーの、よいしょ。うわー、かわいい。かっこよく生きるには都会じゃなきゃなんてない。うんうん、確かに共感しちゃうよね。これは本当に共感する。私ももう大好き、いろんな、私も八王子出身だし、都会がかっこいいだけじゃなくてね、いろんなところが、自分がかっこいいと思ったところがかっこいいんだよ。もうね、今時ね、都会だけしかかっこよくないって思ってるのシソンヌの長谷川さんだけ。長谷川さんはね、ニューヨークしか認めないんだって。なのにニューヨークまだ行ったことないんだよ。私はもうマブダチみんなで、あのね、マンションを一棟貸しして、そこにみんなで住むの。全員友達いる人。やっぱ全部空いてるマンションなんて、なんか探してみてるんだけど、あんまりなかなかないから、ヒロミさんに作ってもらおうかな。DIY で。DIY で。改めて3つを見ていかがですか？超かわいい。めっちゃいいよね、こんなさ、大きいサイズ。ありがとうね。私ちょうどこれ、自分の家、実家、サッシンチ呼ぼうか。ありがとうね。さあ、今回のライフルしなきゃなんてない AI 1万円ゲバー、 Twitter 改め X で実施するキャンペーンとなっています。あ、ごめんね、勝手に持ってしまいました。そうそう、衣装チェンジのように振りを脱いでらっしゃいました。衣装チェンジしました、かわいい。あ、お時間になってしまいました。お時間って来るんだよね、本当に来るよね。分かった、じゃあ本当に今回 あのライフルでしなきゃなんてないっていうのがテーマだから、あのこの1万種類 あの変化で自分も予想つかない生き方をみんなもさんの楽しんでみてください。出会ってみてね。ありがとうございます。本日のゲスト、フワちゃんでした。大きな拍手でお送りください。フワちゃん、ありがとうございます。また来るよ。